はい、皆さんこんにちは。カタリリウムのカタリです。ボーダーランズ2やっていきたいと思います。このゲームね、この前やった時ちょっと思い出せなかったんですけど、 Steam の評価でね、圧倒的好評というね、圧倒的ですよ、圧倒的好評ってそんな字見たことないんですけど、あれもしかしてこれ途中からじゃない？アイテムはもう一回広いんですね、これ。そういうことだよね。で、この人の、この人のじゃない。たとえあのナクルドラガーに視力を奪われようとも、この評価は私の庭のようなもの。目はきっとフロスバイト。左手で左クリックで発射。V キーを押して接近。そのままだから離れないで。サンクチュアリに向かうには彼の助けが必要なの。あの町はこの星で唯一安全な場所よ。全然慣れませんね、このゲーム。当たり前ではね、2回目だもんな。とりあえず今日も綺麗になります。何、このミッションにエリアウェイポイントがあります。エリアウェイポイントはミッション目標の大まかな位置を示しますが、プレイヤーが自分で見つけ出す必要があります。で、倒した。なんかを取れたりはしないので、そういうゲームではない。こっちですよって言われてる。マップ、ここが目標らしい。じゃあ行ってみますか。どうした？コケたのか？またですか。ジャックがボルトを探して採掘しているせいで地震が起きているそうですよ。あるいはお母さんがコケたせいですね。サンクチュアリにたどり着くにはそのロボットの助けが必要なの。あの町はジャックに対抗する最後の砦であり、この星で唯一安全な都市よ。唯一の安全な都市に早く行きたいですね。
うわ、ここ降りれんの？あ、あった。面白い反応ね。どんだけ来んだ。来た来た。これ無限湧きじゃないの。掘り出す。いや、ハイペリオンのリーダージャックだ。話の筋書きを説明してやろう。まずボルトハンターが現れ、新しいボルトを探す。次にボルトハンターは私に殺される。なのに君は生きている。困ったものだ。ここは一つ自分で死んでくれないか。そうすれば余計な手間が省ける。頼むよ。減るすなら体力が減りませんか。ここが入り口か。よし、じゃあ行ってみましょうかね。ボス戦か。殴られる過去はできてるか。できてないマジか。どこだよ。わ、そっか、そういうやつか。どこだい。あ、やべえ。死ぬ死ぬ死ぬ。これ死ぬ場合はどうしたらいいんだ。ああ、戦っている生き延びろ。セカンドウィンドウ入れて。どこにあるのセカンドウィンドウとか。あー、わかんねえ。やられてしまいました。人間再生システム。一度しか死なないのは臆病者かもしれません。これアイテムってないんだっけ。アイテムを使うってないのか。アイテム一覧表示。
なんかいろいろ拾ったようで、回復薬みたいのはないの？ないですね。これからひどいのかな。はい。来る。わ、こいつまだいるわ。やったな。おお、倒したけど結構きついんじゃないか。全然下手っぴだな。私の目を回収してください。あ、さっきは下品なことを言って失礼しました。恐ろしくてつい。どこに目があるんですか。目持ってるこいつ。目はどこに持ったんだ。違うよね。まさかこの上、この上行けんのか。わからないぞ。行き詰まってしまってないか。私の目はどこで回収するんでしょうか。この中入ればいいのかな。ああ、なんかいっぱい落ちてる。武器の切り替え、目を取り戻しましたか。素晴らしい。あとは私に取り付けてくれる人を探すだけです。取り付ける人を探すのか。私の顔見たい気持ちはわかりますが、こういうことはプロに任せるのが一番です。やってやるよ。ダイアズバーグのハガロックに会いに行きましょう。はい、ということでね、なんとか目を取り戻しました。こんなんでよかったのか。見えないのによく走れるよね。
ライアーズバーグはこのハイペリオンの貨物船の向こう側です。手っ取り早く中を通ってしまいましょう。さあ、この貨物船の向こうと言われたけど、おそらく敵が出てくるんでしょうね。今回はこの辺で終わりにしとこうかな。これが拾った時点で使用されましたから、拾って持って歩くっていうのはできないのかな。あ、お前勝手に入ってないよな。あなたと知り合えてよかったです。ブリーモングに生きながら食われるのもそれほど悪くないと聞きますよ。任せて。フェーズシフト実行。フェーズシフト、どうってことないわ。私は AI だから、ほとんどの機械に接続できる。サンクチュアリまでの道のりは遠いわ。長旅に必要なものは何でも持って行って。新しい装備を見つけるとなりましたね。了解です。ということで今回ね、この辺で終わりにしましょう。なかなかこういうの慣れないですね。特に FPS にね、慣れてないせいもあるんですけど、下手っぴすぎる。ちょっとこの辺で慣れていきたいなと思います。しもべを呼ばわりしやがって、なんて読むんだこいつ。 CLAP でいいでしょう。ということでね、この辺で終わりにしたいと思います。第2回目でした。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございます。